ハイドンの鍵盤楽器のためのソナタは数え方によるんですけれども、まあ大体50曲から60数曲ぐらいあるだろうというふうに言われています。でそのうち初期のものはまだピアノという楽器が普及するより前の話なので、おそらくチェンバロで演奏したんだろうというふうに思われていますが、今日演奏するのもそうした初期のソナタの一つでありまして、方々鍵番号では16-8で、ランド番号ではソナタ第1番ということになっています。都庁長のソナタです。この曲は場合によってはまだハイドンが20歳になる前ぐらいの作品ではないかと、つまり、独学でね作曲を学びながら音楽教師なんかをして生計を立てていた時期の作品ではないかと見られています。ハイドン自身はこの曲をソナタとは呼んでなくて、ディベルティメントとかって銘打ってるようなんですけれども、なんと短いながらも4楽章構成でありまして、その中にはハイドンの後の作風を予感させるようなユーモラスな場面もたくさんある、大変可愛らしい曲です。はじめに方々鍵番号とランド番号というね、二つの番号をご紹介したんですけれども、実はこういうふうにハイドンのクラヴィアソナタって二つの整理方法があるんですよね。方々鍵番号というのはこれクラヴィアソナタに限らず、ハイドンの全作品の整理番号でありまして、アントニー・方々鍵という人が、提唱したものなんですが、これね、ちょっと画期的なシステムを用いていまして、それぞれの曲に二つの数字がついていて、これでもって表しているんですよね。例えば、方々鍵1-94とかってなってる。で、この最初の1のっていう方は、これはジャンル全体の数字でありまして、これローマ数字で普通書くんです。で、1番っていうのは、交響曲、シンフォニーの、ジャンル数字でありまして、で、それに対して、後半の94って方は三要数字で書くんですが、これが投資番号なんです、そのジャンルの中での。だから1-94ってなると、交響曲の第94番というふうにわかると。で今日のソナタは、方々鍵16-8ですね。で16のっていうのが、クラヴィアソナタのジャンルの数字でありまして、でその中で1番から52番まであるんですけれども、8番目にカタログに載っているのがこの曲ですというふうに特定されるというわけなんです。でこのシステムのいいところっていうのは、その番号を見ただけでどのジャンルの曲なのかがすぐわかるということでありまして、まあそれまでの他のね作品整理番号、例えば、モーツァルトのケッヘル番号だとか、
シューベルトのドイツ番号なんていうのは、数字が延べでこう1番から最後の数字までの並んでいるんですね。で、これがほぼ、作曲年代中に並べられているわけなんですが、例えばこう209番とかって言った時に、これがどういう曲なのか、シンフォニーなのか、オペラなのか、歌曲なのかみたいなことは、カタログ見てみないとわからないわけなんです。で、ハイドンの方はそうじゃなくて、例えば1って書いてあったら、シンフォニーだし、16って書いてあったらクラヴィアソナタだなってことがなんとなくわかるんですが、まあ問題としては、方々圏の方は、作曲年代がどうなっているのかっていうのは、それぞれのね、ジャンルの中ぐらいでしかこうわからないと。ただですね、ハイドンの曲ってもともとこう、作曲年代が特定されていないものが多かったということもあって、こちらのまあ整理方法の方が合っているというふうな判断がされたんでしょうね。で、まあね、ただ、その、ジャンルの数字がね、ローマ数字だということで、例えば16っていうのは XVI って書くので、ちょっとごちゃごちゃしてる。で、クラビアのための商品は17なんですけど、XVII ってなっていてね、なんかパッと見た感じ、なんか、なんて書いてるんだか、ちょっと縦線が多すぎてよくわからないみたいなところもあったりするんですけれども、まあ、ともかくといたしましてですね、ただ、その、保母圏番号が整理されてから、だいぶこう、時が経ってきて、少し、情報が古くなってきたと。いうようなことで、クリスタ・ランドンというね、学者がクラヴィア・ソナタの新たな楽譜を出版する際に、また新しく番号を付け直したんですよね。これがランドン番号ってやつでありまして、で、この頃にはもうだいぶこう作曲年代なんかが、分かってきていたところもあったので、で、今日の曲はね、1番なんですけれども、だからこれが今残っている、クラヴィア・ソナタの中で一番古いものだろうというふうにランドンは判断したと。で、ランド番号の方は1番から62番まであるので、方々圏の52よりも10曲増えているわけなんですけれども、これがね、別にお互いに対応しているわけではないので、結果的にですね、なんか2つ番号があってすごくややこしいということになってしまっているというのが現状なんですが。でですね、まあ、このシリーズでハイドンの曲、これまでも、何曲も取り上げてきましたけれども、これまでの曲はね、全部編曲ものなんですよね。シンフォニーだとか、弦楽四重奏とかの、まあ、ピアノ用編曲だったんですが、クラビア、鍵盤のためのオリジナル曲は多分今日が初めてなんじゃないかと思います。で、この後ですね、明日、明後日というふうに、いずれもこう初期のソナタなんですけれども続いていきまして、だんだんこうね、作風が進化していくっていうのがわかると思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。